こんにちは、野球グモチャンネルの時間です。えー、編集長の武田浩二です。お相手ライター編集担当円城です。どうも、こんにちは。ちは,はい、えー。今日はですね。ええー、三十章踏襲列伝。小山雅明。小山雅明さん。はい。うん。どうですか、円城さん、小山さんっていうのは。知ってますよ。知ってる。うん。名投手ですね。 なんか心がこもってないような。ゴーダーレッツで取り上げた山内和弘さん。はいはいはい。名前が出てきたピッチャーでもありますけど。今日はそこら辺をちょっと深くです。ね小山正輝さん、昭和9年生まれ。まだご存知ですね。お元気だそうです。兵庫県出身ということで。最初キャリアは 阪神タイガースから始まったと。そうですね。最初は阪神タイガースで、まあ、あの、有名な話なんですけど。もと、はい、も、あの、その阪神って、うん、大体、こう、選手のエピソードに出てくるんだけど。はい、結構、ニュー、テスト入団を、まあ、入団テストをして。ああ、テスト入団だよ、ね。うね、ん、小山さんはね。で、なかなか返事が来ないんだよね。<う>だから、待ちきれなくて。うん 違う球団のテストを受けて他に行っちゃうっ,っていう話とか<ー>焦ってやっぱり入れ直すとか<ー>そういう話をよく聞くのよ。うん、っていうことは巨人より阪神ってもしかしたら当時テスト受けやすかったのかなとは思うんだけど弱かったかな、まあ、まあ多少引き抜きがあったんで選手層には。 っていうのもあったかもしれないね。そうで二リーグになって。そうですね。毎日のはい。でね、まあ、その時小山さんは。あの。松竹ロビンスのテスト入団も受けてたんだけど。ちょうどこう受けた後に。松竹と太陽が合併してしまったので。人数が多くなったんで。結局太陽に入れなかった。まあ、よ、まあ、幼少っていうかね。もしこの時小山さんが阪神でなく。 オエルズに入っていたらまた違ってた歴史があると思うと面白いよね結局、まあ、1928年に当時の大阪タイガースに入って、うんまあ、タイガースって面白いんだけど、はい、これ背番号49で入ってるんだけど、うん、えと途中で6番とかね、うん、でねあの戦前の背番号の付け方って、はい、は阪神が独特でいろはでつけてる。 だからあの1番は「い」で始まってる人で、はあ、だ藤村文夫さんは別にあの10番は、うん、藤村の服が10番目だからっていうのでへ雑っすねそうなのよ、まあ、だから結構ね背番号6とか、うん、まあの47でずっとエースを張ったりしてねあの小山さんってのはちょっとこうある意味こうテスト生から入って。うん あの大エースまで上がったという、まあ、ある意味ちょっとこう感じでまああのー、30勝列伝っていうことで、はい、30勝したのは実は後からお話しするオリオンズ時代なんだけど、はい、阪神時代は、うんまあ、村山実る投手と小山さんでダブルエースです。でどっちが上かという問題がいろいろと よく言われるんだけど、ねはい、基本的にどっちもすごいっていうしかないんだよね。いやだけど例えば、まあ、投球回数とかは、うん、もしかしたら小山さんの方が多かったりする時もあるんだけど阪神の阪神って実は最高があのバッキー投手の29勝なんですよ。はいはい だからある意味ローテーションがある意味こうえダブルエースが本当に拮抗してたから、うん、あ稲尾さんとか権藤さんみたいに同じ世代時代だと思うんだけど、うん、2>, 2人で60勝はいかなかったんだろうね。そそうかそうか大エースが2人いたっていうことは逆に肩は壊さないちょっと普通の1人でエースを張ってるよりかは。 壊れないってことだよね。これね、ビッグフィーィーンもネタになってますけどね。あの藤本監督、当時の監督、ローテーション聞かれて小山村山雨メヤ、なかゴンドンゴンドンアゴンドンみたいな。二人でってできるなと思って。大きいよね。ゴンドンさん一人だったわけでしょう。そう。だからある意味ローテーションその藤本監督はもともとローテーションきちっとするタイプだったので当時としては珍しく。いやもう二人ですけどね。まあ今考えるとね。まあだから二人が ちょうどいい時代に重なって、ねうん、まあ年もそんなに3つ4つしか変わらないんで確か村山さんは昭和11年か12年生まれだと思うんだよね、うん、小山さんと3つぐらいの差だからで11年生まれですねだからまあ昭和31年からローテーションまあもう29年からローテーション入りしてて、うん、もうその後ずっとよほどない限り2桁勝利というか。うん 恐ろしいですよ。こう、まあ、小山村山という、まあ、偉大な大都市二人。なんでしょうね。この、なんだろう。キャラクターとして。より、なんていうんですか。スター感あったの、どっちだったんですか。いや、もう、じゃ、絶対村山でし。やっぱりそうなんですか。やっぱりテスト生と、やっぱり今でいう、ドラ一みたいなもんだよね。そう、その時ドラフトではないけれども、大卒のもう、将来職望されて入った村山投手と。そうですね。だから。 やっぱり長島と村山というその34年から、うん、村山さんもその34年に入団した時に防御率1点台で確か防御率1位取ったのかな、えー、だけど新人を取れなかったというね,いいねあ,ある意味悲劇的な部分があるそうですね防御率1位18勝10敗1.19、うん、という戦争、うん、で新人を取れないそ<う>悲劇ですね うん、だから小山さんももう1点台ですごく安定してるんだけど三、うんうん、取ってんの、ね、村ののそうで昭和34年には344回リーグで一番投げてる小山さんねごめんなさい<ー>で <coughs> まあ阪神時代のピークは昭和37年、うんえー、47試合投げて40先発26冠と,26冠と 完封、うん、これと当時のリー,グリーグ1位だよねで27勝11敗で、うん、だけどタイトルは取れなかったそうですね最多勝、うん、最多奪三振は一応タイトルにされてないんですかね、うん、そうですねうでそう当時の表彰がないですそっかなんか悲運ですねちょっとそうだからすごい勝ってるけど、うん、なかなかタイトルに恵まれなかった まあ村山だけど村山さんの方が最後こう例えば天覧試合でも先発小山で、うん、いやあのシーンばっかり出てきますよね。<う>で最後サヨナラホームランだから最後こう任せるところは村山さんっていうのがあったような気がするよね。ああねうん、でまあ一応さっきお話ししたように37年に阪神が、まあ、あの2リーグになって初優勝した時に。 村山さんが MVP で小山さんが沢村賞っていうのはなんかどっかで聞いた時ある話だよねこれが後に巨人でも江川と西本の関係みたいな感じがあったと思うんだけどやはり必ず最後どっちかが他の球団行っちゃうという走りででまあ話によるとその37年頃から終わりぐらいからも。 領有並び立たずということで、うん、阪神の中ではこうもうどうしようかとよ処遇をねうん、うん、やっぱりだけど村山は残すということは決まってたような気がする、うん、で,す、ね、で毎日オリオンズ当時大米ですけど永、はい、田雅一オーナーから小山が欲しいと、うん、そのうち山内を出すからこれすごい話ですよね 今だだったらどう誰だろうねパ・リーグの大打順は中西はもうその時は規定打席入ってないでしょ、うん、山内がもうある意味榎本山内とか今で何回だったのら野村菅野投手と柳田選手のトレードで、はあそんな感じだね,ね、うん、やっぱり衝撃だよね衝撃,衝撃どころじゃない <laughs> もうファンが変わっちゃいますよねで、まあ、結局 一応形上は阪神は小山,に小山投手にいや、来年まあ藤本監督は来年も頼むようだとかいや小山君あの永田さんがもう君が欲しい君が欲しいって言うから困ってるよって,言ってなかなか決めかねったところをそこれを聞いた小山さんがそんなに欲しいっていうなら私行きますということで即刻トレードが決まったらしい。 あ言わせたんです、ね、そううん、うん、<ー>だからそういう意味ではある意味こうそれを悲劇ととるか、うん、あのまあテンととるかっていうのはその時によるけどただこれが今でも言われてる正義の大トレード山内と山内和弘と小山正明の。で当時僕面白いなと思うのはえと昭和37年に昭和三十七年に オオリンズは東京球場東京スタジアムを作った南選手よね。ということはもっとバッターが打てる有利ですよね。だけど甲子園ですよピッチャー有利のね。なんでだろうなって今思うとねだからその自分たちのホームゲームに対して単にこうバランスというか例えば当時。 オリオンズは、まあ、小野昌一というピッチャーがいてだけどもう三十七八年だからちょっとこう落ちてきて,て,て、ねうん、ピッチャーがいないから小山を取って、うん、だけどバッターは榎本喜八とか、うん、いろんな、まあ、アンタミ宮もいたりい、ね、桂,木桂木とか当時いたじゃないですか、うんうん、だけど、まあ、その後、まあ名バッターでも返せるバッターですからね山内さんね。っていうか四番でしょ 謎ですよね。そう首位打者もホームラン王も打点をも取れる人ね。謎ですね。これ。謎,謎。なんかあったんでしたっけ。いや、いやまだね。そこまでちょっと僕もね、あれだけど、もっとこれから聞いてみたいなと思うけど。やっぱり小山さんはそれでまあオリオンズに来て。うん、で、まあ、三十、九、えー、年から。ねね、当時は東京オリオンズと言ってましたけど。はい ままあ使いまくったよ、ねうん、でこれキャリアハイのあキャリアハイじゃないな361回投げて30勝しました、うん、昭和三十。にこれ移籍してすごいそうですねすで最多勝を取った,、うん、ったということで、うん、まあオリオンズ的には、うん、まあそんなにこう優勝したわけじゃないんだけどうん、うん、まあ安定したこうチーム力を上げることができたのかなと思いますよね、うんうん、でこの時は 東京は4位だったか39年はうん、うん、だから78勝68敗なので30勝その間です、ね、そだからもう小山さんのおかげで勝ち越したって感じだね確かにう,、ね、うんということで、うん、まあその後小山さんも安定してやっぱここがすごいんだよねで精密機械っていってパームボールの パーム今、投げないですよね。そうだよね今、効かないですよ、パーム、なかなか。いや、僕なんかも、パームボールって言ったら、小山さんと、昔、僕、中日で、藤沢公也という新を取ってんです、信じ上げないですね、うん。それがパームボールを投げるっ,っては<ー>それで信じを取ってっていうのは覚えてるんだけど、最近、大栄の誰かいたな。 あの辺りのピッチャーはパーも使ってた気がしますけど最近あんまり本当に投げるそ<う>負荷は大きいですよねあのボールは。らしいね、えー、だけどその後も20勝その後2回して昭和43年にちょっと4勝4敗と苦しみまして、うん、その後また来て投球回数入って引退が48年なんだけど、はい、ロッテに47年までいて。はい 最後規定投球回数をしながら太陽に映ってんだよね。本当だ、うん、で320勝232敗と、うん、であともう100イニングちょっとで5000回,回を投げたという,うーで防御率2.45、うん、でやっぱりあと関東も290で完封74もね、うん、ベスト5に入ってんじゃないかなと思いますね。 うん、現役生活を送って、うん、それでも今ねあの最近はちょっとあんまりあれですけどあの大阪の方の放送局のね解説をよくやられてて小山さん元気でよかったなんて思ってたんだよね、うん、うんまあそういう意味ですごくこう何だろう目立ってないようだけど、うん、こう地道に数字を残してるピッチャー でももちろんあの野球伝統入りはしてますはいそうやっぱり移籍してからもねこうまあ三三十ぐらいで移籍してるんですか、うん、ここからやっぱり百三十が百十勝ぐらいしてるんですよねそうですねそうこれがやっぱでもこの正規のトレードっていうのは本当に 1>, 1対1のトレードとしては、うん、今でも一番のネームバリューのい,いやもう必ずそんな感じはするよねすごいですよねやっぱりね、うん、いやいや両チームよく出したなってどっちかというとまあでもさっきの話からするとオリオンズの方がよく出したなって感じがしますけどそうですね、あのー、だから山内さんおも面白いよねこれってうんミスターオリオンズと言われた人を出して、はい、ミスタータイガースは当時村山さんだったから。 まあ、言い方悪いけどナンバーツーのピッチャーを出して結果的に見ると山内さんはその後少し、あのー、現役生活としてちょっと短いそうですねまあ3割はあんまり打てなくなったしまあ4番としてのてちょっと落ち始めて、うん、小山さんの方まあその後活躍はしてるんですかね息は長いか普通なんかねバッターの方がこうがいきそうな感じがするんだけど、まあ、やっぱり広い甲子園に行ったっていうのはバッタ,バッターだから野球場が変わるって すごいですよ、これ、基本類だね、増えてはいますけど、増えいなですねそうだよね、確かに。防御率はちょっとやっぱり悪化はしますね、やっぱホームランで打ち込まれたら、それは悪化するなってそうですね、だからもし、まあ、甲子園でずっとやってたら、村山さんが確か通算防御率が2.08ぐらいかな、だからそれに近い数字だよ出してるでしょうね、これね。 まあ村山さん二百二十二勝だったんで、まあ百勝ぐらい。うん、大学のねピッチャーとしてはもうすごいんだけど、ね、まあ二人しかいないですからね。うん、あそうだね。うんうん、だそういう意味ではすごい小山さんと村山さんが一緒にいた阪神って今もっとすごかっただろうなう。バッタ逆に誰がいたんですかその時全然わかんないですけど。<laughs> うんそうなのよ、ね、吉田義雄が一番、うん、まあいやなんかこう得点点取りやって誰がいたんでしょうね。 えーとね、三十七年は、うん、えっとたえっ、ー、とね確かごめんなさいえっ、ー、と阪神が優勝した時は、うんはい、そうなんだよなえっ、ー、とね鎌田実二塁、うん、吉田義芳雄、えー、外野手で並木る、ね、照男 で、ホームラン一番打ってるのが藤本というファーストをやってた人がいいんですけどああ15本<ー>でねチームで一番打点が57だったんで,、ね、ーでチーム打率がね確かねああえと結構あれだったかなかなり打点ですねえっとねチーム打率がね 2>,、うん、2割2分2厘 2> うわすごい。 あの実はね昭和37年って超ピッチャーがいいわけあなるほどでね首位打者が確かね広島の森永克也さんが3割7輪の時あ、うん、あなるほどじゃあリーグ全体として打点の年だから、うん、確か、ね、この時の国鉄がチーム打率2割1輪なんだよね、うん、かわいそうですよ <laughs> ただホームランはやっぱりえっとリーグで5位阪神、うん、で打点は国鉄の次に だから国鉄がなかったら、うん、打,打線はもう本当にひどいねまあそこあれですか金田投手一人だった国鉄と、うん、村山小山がいた阪神そ<う>違いですね違いですねだからそこで優勝しても、うん、まあ当時は何回に負けたんだよねああそうか野茂さんの南海ねそう、はい、だからで藤本監督に昭和38年になって、うん まあその時にごめんなさい36年に藤本監督で優勝してで37年に2人ピッチャーで勝ったんだけど、うん、やっぱり打てないっていうことに悩んでやっぱ山内を入れたんでね山内さんねん。なるほどね、うん。だからこの37年の投手ランキングでも1位村山防御率2位小山ですからね。この時の時最多勝が あと小山さん二十七勝、はい、村山さん二十勝二十五勝なのに、はい、まあゴンドーさんの三十勝ってのはいましたからね。はいはいはいええ、だからもうゴンドーゴンドーの時代です。なるほど。ああ、ね。だから小山さんのイメージって、うん、あの僕ね、まあ年齢的にそうなんだけど、うん、展覧試合のあの先発の映像ぐらいしか見てないんだよね。よし、うん、全然印象ないですよ。だからパリーグなんかも、うん、その本当映像があんまり当時のないから。 って打たれたあの長嶋さん打ったとこしか見たことないなそっかだから村山さん先発だと思ってたあそっかねだそういう意味ではちょっと小山さんの記録の割にはそのあまりこう出てこない投手ですからね偉大すぎるんだだけども意外にこう影に隠れているというところも三百二十勝っていうことは金谷ん米田さんで小山さんかな 三九十三、鈴木圭一さんは。確か三百十七勝ぐらいだったかな。あなまあ、うん、だ、そういう意味では、やっぱり。だ、やっぱ、長くやってるっていう、本当はすごいことなんだけどね。うん、まあ、そうですね。鈴木圭一さん、十七、三百十七。うん。で、ギリギリ抜けなかったんだね。うんうん、まあね、ちょっと。三百勝、三十勝列伝といってね。うん、なかなか、こう。 トレードの話で大きくなっちゃうけどいやでもやっぱトレードして30周してますからね関連性は深いですねだからあの世紀のトレードがあったから逆に小山さんの名前も、うん、もそれなんかグッと上がったようなね当時はやっぱり阪神の大エースだからねあ、うんまあこういうトレードちょっとあってほしいなと思うけど悲喜、うん、のチームでは回ってほしくないですねここまでのまあねちょっと正直言うとでかすぎる俺はあそこら辺がこうオリオンズの オーーナのこれでちょっとトレードの負のイメージがちょっと減った可能性はあるね当時日本としてはねそういう意味ではこう非常にメジャー的ですよねそう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 だから小山さんがある意味分かったっ言で決まったんでこれもすごいけどねそういう意味ではすごくね小山さんのトレードとかまあ ある意味イメージを変えたっていうので大きいことですよね。うん、まあということでですね、はいえと、もうちょっとね、なんかきっかけがあったら、またいろいろとこの辺のトレードの、ねうん、やつとかもやってみたいと思いますので、今日の野球軍はこれまでです。はいチャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクがございますので、まだの方登録よろししくお願いいまますはいえー、またの動画を楽しみにさよなら